どうも、雄大チャンネルです。はい。今日はの街ブラということなんですけど、最近仲良くなった先輩の方がいるんですよ。今年30歳のたっちゃんって言うんですけど、ちなみに今日2時半集合で20分遅刻しました。いや、今日2時集合で30分来る。一緒っすか？一緒。社会に出たら2人とも多分端くれになるみたいな。もう終わりよ。まあ感じなんですけど、ってことで今日はせっかくなんですよ、たっちゃんの地元をちょっと紹介してもらおうかなみたいな。せっかく明石、明石内向を言うとって、はい、たっちゃんの地元ってちょっと明石今来ましたね、まあ、まあ地元やけど別に俺そんなヤンキーとか知らんで。いやそんなんいやほんまに、いや知ってるやろ。中学校だってビッグルーンやろ。ちょっと一回今日はたっちゃんに明石のちょっとディープな場所案内してもらおうかなと。オッケー、まあ三校かな。おうピックアップ三中学。はい、だからせっかくなんでまず一発目なんですけど、今魚住中学校の裏にいるんですけど、魚住中学校って今は多分やっぱ時代も時代なんて多分少なくなってると思うんですけど、やっぱおったんですか当時。今言うたら何年前ですか中学校。15年前やな。何笑ってるんですか。いや15年前やな。おかしくないですよ別に。15年前はどうでした、うん、15年前。いや15年前の魚住中学校はそんないい話は聞かんよね。ああ、そうイメージ的にね、たっちゃんのイメージ的に問題で、うん、あま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 あイメージ的な問題で、やんちゃないからって別に人として悪いかどうか分からないじゃない。そう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 、まあ、それは分からんから、人としては分からんけど、まあイメージは、そうイメージは、そんなイメージがすごいある。なんて名前の人なんですか。それはちょっと言われへんな。お前はそれは言えないですね。じゃあ早速行きましょう。はい、それ今裏やもんな。はい、え、正門に行く感じ。正門の方でブラブラっす。あんまりでもその巻き込みたくはないんで。懐かしいんちゃうんすか。俺ほんまに地元は明石やねんけど、ほんまに今日のこの街ブラ全然あんま楽しみじゃない。マジで。はいはい、ポイントポイント1個。俺別全然陰キャやったのに、なんかバリイキって中学校紹介しようやつみたいな感じやん今。いやじゃあでもイメージの感じで、はい、イメージやから、それは事実か。世代によって違うから絶対。はい、聞いてください。まずあのやんちゃ名物1、大体僕らよくヤンキー中学行ってるじゃないですか。うん、第1位とか僕らよく TikTok で撮らせてもらってるんですよ。うん、大体その1位の学校の横にほら見てください。団地ありますわ。団地あるね。これ絶対必然。でもめっちゃ綺麗よな、この団地。わからないです。エレベーターはなんか香ばしい匂いするかもしれないですよ。知りませんけどね。これ団地なん？団地だと思います。UR っすね、多分。高層の。クソ綺麗やん。マンションやん。ほんで、ほぼ。ようここら辺来とったんですか？この、宮積み？これ学生時代とか。全然来てないな。来てないですか？え、こういう地区じゃないんですか？これ牛の地区じゃないから。ああそうなんや。こっちはちょっと怖いね。あ、そうイメージが。そうイメージが、あくまでイメージやから。あくまでイメージ。普通だけ言いますけども、まだあくまでイメージとして保険かけてるって。そのなんかあんまりね、イメージ。俺も多分自分の地元やったらこうなるじゃん。でもなんかあの、まあ、これはちょっと言えるってあれなんですけど、あの僕の親友の奥さんこの中学校なんですけど。ああなるほどなるほど。あ、宇宙なんですね。宇宙で。え、どういうらヤンキーですか。まあ結構ブイブイ言わしとったんじゃないですか。イメージイメージ。そうそう。あ、でも女の子ですよ。ああ女の人ね。あの今めっちゃいい奥さん。え、じゃああの俺インスタでこの動画出るときにメンションする。絶対いざ明石に拡散してもらいます。そのシーン切り抜いて。え、でもほんまに今めっちゃいい奥さん。なんか言うね、分かったね。中学校の時はどういうらヤンキー。イメージね。イメージあくまでイメージじゃなくて事実なんです。でも今よかったらいいんじゃないですか。確かにな、うん、でもそういうなんか昔やんちゃしてた人に限ってなんか今なちゃんとしてる人とか多いから。いやそれは母やで。めちゃめちゃ多い。人によるよ。まあ、しかも2児の母やからな。ちゃんとヤンキーも仕事しよるからな。ちゃんとお金ないんでね。しないとちゃんと仕事しよるから。懐かしいですか。どれぐらいに負担にいますかね。人になって思う。宇治中学校は別に懐かしくはありません。え、1位正直ぶっちゃけマジ多分1位やと思う。え、でも僕もね、あのアンケートみたいな取ったんです。明石行くみたいな。宇治中学校めっちゃ来たっす。宇治中学校次来たの2人です。宇治2人ね。ああ。え、初まんじどうやったっすか。初まんじ最高やったな。うー、難しいわ。決まったな。違う、俺見たもん。フードミー中学校。俺ちゃんとやっとったやな。いやいや、俺もやってる。だからお茶食ってよ。あ、思うが。これマンジでやったもん、これ。これマンジっす。あ、これウォズミっすか。え、こういうのクラクションでバレ熱いんです。これウォズミっすか。バカだろ。はい、次なる目的地を。はい、どこですか、ここは。ここは、明石西高等学校ですね。結構頭いいんや、この高校。あ、めっちゃ頭いい。こっちこっち。マジで頭いい。こっち。どっちこっちのこと。あ、こっちか。
じゃあ、二見中学校ってとこですね。こちらも、先ほどの魚住中学校同様、あまり噂聞かなかったというね。その当時はね。当時はね。今は分からんけど。今は絶対普通でしょ。だイメージやで。別だって、そんななんかこう、知ってる人いるとか別そんなのなかったから。まあでも、ここの、中学校のたまり場、たまり場あるんですよ。は、あそこの伊藤洋カドですね。ああ、そうなんや。あそこの、フードコですね。フードコートね。フードコートに集まるんよ、あれ。あれはもう、たっちゃんがちっちゃい頃があったんすか？あれはもうちっちゃい頃があった。そうなんや。この前は絶対なかった。あそこの中でポテト100円で売ってるフードコートがあるんよ。今もあるんすかね。今もあるんちゃう？どうなんやろな。行ったことはないですか、たっちゃん。踏み入れたことはありません。門前で溜まったこともないですか？ありません。門によじ登ってこうしたことありますか？ありません。そんなんしたらもうそんなやられません。当時はね。で、隣の高校はめっちゃ賢いと。この高校はまあまあめっちゃでもないけど、まあ普通に。何ぐらいですか？立ち上げたら行き取ったんすか？まあ俺本気出せばな。じゃあ一回調べるっすわ、明石西高校。本気出せばそりゃ行き取ったけど。でもなんかさ。まあでも波よりちょい上ぐらいはいると思うで。うん、お、頭いいわ。60ぐらい。60ちょうど。たちゃん、頑張っても無理です。いや、俺はいけるよ。まあでも、結構友達行ってた、私にしこも。そうなの、ね、ちなみに、あの子は多分予想外と、カンカン同率とか。同率は一般入試でよかったらいいよね、みたいなぐらいの感じ。で、国公立の昼間で滑り止めで滑りすぎて、三金交流ぐらいの近代にはまる可能性もあるよね、みたいな。これたちゃん不審者ですか？これマジ不審者。僕のお姉ちゃんが頭良かったんで、ここよりも頭いいわ、こういうところ。俺のお姉ちゃんが、あ、でも強い。何ビームライフ？ビームライフ？え、待って、銃殺されるこれ。ターン！これ明石で一番頭いい学校どこなんですか？明石で一番頭いいどこやろ？北高茶？あ、明石北。うん。明石で一番頭いい何高校？北高？ああ。明石高専？うん、明石北高校。明石北なんだね。待って、関南とかやん。そうやな。高専は高専、明石高専。いや、明石高専は。あ、違う、別に。ちなみに、明石北高校で途中で中退して、今、キャバクラで働いたやつおんで。いやいや、たっちゃん、これ、不審者ですか？マジで不審者。俺、そういうやつめっちゃ好き。俺ほんまに初めて来たんよ。あ、二人。結構、マジ、庭とかおしゃれやな。いや、てか、多分、気になってるっすよ、多分。いや、そうちゃう。多分、改築されてる、絶対に。確か俺とか、ずっと4年前とかやからな。ほんまやな。そうや。だから新しくなってるよ。白黒写真ですか？白黒、いやまだガラケーの時や。しないの、アイモード知ってるか？アイモード。それ。ドコモのアイモード。俺、知ってる知ってる知ってる。俺、ドコモやったもんだって。ドコモのレコチョクとか知っとんけ。で、着メロ。着メロ、彼女の時だけ、あ、ちょっと帰るみたいな。メール来た時、音変えんねや。で、メールで、あれ、なんか問い合わせみたいな。そう、すぐする。熱い。はい、最後、なんかもう夕方になりましたね。いや、もうほんまに。よう喋った。これどこですか？東北部中学校やね。友達とかは？友達めっちゃ多いかも、俺。結構多いそこ地元の友達は結構今もう飲み友とか。ああ。が結構おる学校で。まあでも、その当時とかは、どっちかというと、そこ来るときイオンあったやろ。はい。イオン。そう。イオンのところの、広場があんねんけど、そこでよう溜まってたって感じかな、奥の中学校は。でもなんかめちゃめちゃボーンって感じのヤンキー中学校でもない。でぼちぼちみたいな。そう、ぼちぼち来るけど、でもなんていうの、毎年あんま落ちひんみたいな。あんぱい。そう、これがないよね、あんまり差が。その土地によって差があんまなくて、コンスタントに結構出してくる。人数多いからね。そう。でもちなみになんかめっちゃ思ったんですけど、大久保の駅らへん通ってきたじゃないですか。マンションめっちゃある、ね、マンションめっちゃあって、めっちゃ何クラスぐらいあるんですか、ここって。ここ多分40人クラスが8位。全国数何ぼっすか？1500ぐらい。全国レベルですか？だってこれ兵庫県2位とかやで。大久保中学よろしいですか？要チェック。でもマジでめっちゃいろんな中学、小学校が入ってる、ここ。何個ぐらいの小学校？3か4ぐらい入ってんじゃん。結構いくいな。じゃあ人数多い分やっぱやんちゃな子も多くないですか？いや、そういうことよ。だ、母数が多いからね。うん。母数が多いからその分多いけど、でもなんかあんまそこまで名前聞くってことはなかったかもな。で、毎年出てくる。このマンションとかはあれ、新しいですけど、最近できたんですか、あれって。だって大久保だって今そもそもやけど、あれ来てるやん。明石市のな。子供のな。ああ、はい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 。だから大久保めっちゃ多分住みやすい街なんよ。ああ、今明石自体がそうっすもんね。ちなみに立ち上がるところですか？僕は映画島中学校でございます。さっきなんかよく中学生にバカにされてましたね。バカにされてましたけども、でも逆に言うたら、平和な街ランキング第1位説もあるからね。確かに。そういうことですね。中学校は。クラスは何人ですか？
クラスは6クラス。結構あるめっちゃある。めっちゃでも俺どこも合併せえへんから、俺らの中学校。いや、じゃあもう、うん、もうどこに。小学校からずっと一緒みたいな。だから9年間みんな同じやん。あ、なるほど。俺らの中学校。おもんな。いや、めちゃくちゃおもんないよ。おもんないんかい。女子バスケ部強いんよ。強いから、他の小学校からちょっと上手いバスケ部の子たちだけ来るみたいな。まず行くとか行くんですか、みんな。あ、そうそうそう。ほんまそういう感じ。映画、俺らの当時はね、今は知らんで映画ショー。当時はね。どこ行ってたんですか、映画ショーの時。どういうこと？東島野球部ですか？いや野球部なんかすんやるわけ、野球部なんかもうほぼ廃部寸前やった。あ、そう。どこ行ったんですか？俺は今はジャイアンツカップにも出場し、去年のボーイズリーグ全国ナンバーワン明石ボーイズでございますよ。ジーブナンバーワンなんですか？全国優勝したからね。一回シャドーピッチングしてください。まあ行くぞ。うまっうまっうまい。うまそううまそう。投げ方が綺麗ですね。あの読売ジャイアンツの山崎伊織とかね。あれ俺の1個目ぐらいでしょ。あ、そうかもしれない。明石ボーイズね。明石商業から東海大学、読売ジャイアンツと。プロ野球選手多いですもんね、試合で。多い多い。まあプロはまあそれは多いよ。ノンプロも多いな。うん、ノンプロですか？ノンプロ多いよ正直。でもノンプロ結局プロ野球選手になれへんやつはまあ大体ななんかこうバーとか知らせよな。しかもそういうとこ。これあれですか？うん。まあそれとまあ。俺の今の大久保中学校 あの友達、うん、飲み友友達はちゃんとみんなまともに仕事してる。あちゃんとしてるんですか。現場におらんわ。おもんないって。大久保中学校現場におらん友達は、大久保中学校俺見た感じその不良が多そうな地区ではないでしょ。確かに。いやでもどちらかってベッドタウンでしょ。いやだいぶ治安いいもんな、うん、で大久保 あの駅って昔からあのマンションあったんですか。綺麗なマンションあった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 。どっちの中学校あったんすか。あったけどあの辺とかもうわからんかも。あったかどうか曖昧。あったかどうか結構曖昧やな。綺麗よもんな、なんかめっちゃ綺麗よこの辺。でもここなんか普通に全国大会クラスように多分これサッカーとかも全部一緒やん。はい。おめっちゃ広いわ運動場。なんでエグいの。なあ。でも校舎結構ボロいね。あ、まあ。まだいぶ。お願いまで。うわ。あの一個だけ言って大久保中学校あんまネタないな。あのほんまにあの人いっぱいみたいな。安排学校でも人数多いってとこやな。あと野球部が強い。あとスポーツ。あだって街がええもんここ。確かに確かに。なんか街やね。品があるよね。そう。だってもう撮影するの一緒に携帯触ってもた。プロとして失格や。大久保行くときは別にそのキョロキョロはせんかったっすか。全然ないな。どこか魚住したっすか。いや魚住したどころかまず踏み入れへん。あまず。え遠いどちら近いですか。こっちか魚住か。江ヶ島。え、マジで、ハーフ。ハーフのハーフ。マジハーフのハーフ。ハーフのハーフ。ハーフのハーフやから、映画島やつは大体、こっち来がち。あいや、でも、俺マジで、今、あれ、フラッグ見て分かったけど、あの、大久保中学校野球部強いの全然知らなかった。最近ちゃうんですか。じゃあ、俺の世代の時は、強かったん、確か。あれ、なんて読むんですか、神戸の本田の方に、大いに聞くって書いてある。あ、なんか、本多門みたいな名前やろ。あれ、めっちゃ強いと思う。あれ、なんて読むやろ。本多門。合ってるわ。本多門ですか。本多門これどうでいけるこれ。あれもだからあれちゃん明媒団地らへんじゃん。あ、そう多分その辺。そうですよね。うん、その辺その辺。じゃあさよなら。え、終わり？終わり。エンディングなし？あ、エンディング撮ってない。いや、まあ、まあ撮ろうや。なんやこの動画。じゃあ天下統一までやりましょう。うん。早速やっていきましょうか。そろそろ。やろうか。じゃあまず先行校がまた決めて、一本ずつ出していくから。それでいきましょうか。オッケー、じゃあ次またそっちの方でお願いします。木曜日だけいるんで来てください皆さん、うん、僕らにはお金を注いでください。よし、お願いします。あざ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 あ